お尻です。今回は命を懸けた純愛 G 戦場の魔王の全エンディングを制覇したので、物語の核心に迫らない程度のネタバレとともに評価感想を書いていきます。私がこれを買った理由は評価が高すぎることと、無能なナナが恐ろしく面白かったことと、車輪の国のアドベンチャーとしての出来が異常なまでに高く、これ考えた人天才じゃと思ったからです。一言で言うと、ルースボーイというシナリオライター様を崇拝しているからですね。本作 G 戦場の魔王は赤ベイソフト2より2008年に発売された R18 ゲームです。シナリオは漫画、無能なナナや同じメーカーで移植もされている車輪の国でおなじみのルースボーイ様。ジャンルとしては純愛もののサスペンスで、コナン映画のような内容をイメージしていただければと思います。簡単なあらすじと登場人物を先に解説してしまいましょうか。まずは主人公の浅井京介。作中では浅井ですが、旧姓は鮫島で、過去に家族ともども地獄みたいな生活を強いられていたことが原因で、浅井として都会で一人暮らしをしています。浅井になった経緯としては、借金が原因でお金を得るために浅井ゴンゾーというヤクザの手下になったからです。そしてゴンゾーからは、世の中は金が全て、金のない人間は家畜であり人間ではないといういかれた思想を吹き込まれ、ゴンゾーの息子として学校に通いながらもグレーな仕事で稼いでいます。目的は多額の金を稼ぎ、借金を返済して母親と暮らすこと。次にメインヒロインの宇佐美春。タイトルにも書いてある魔王を追って京介の学園に転校してきた女の子で、ロングヘアというか毛量えぐいというか、いろんな意味で頭がすごいです。頭すごいのもう一つの意味は、回転が速すぎるということ。本作の主な内容は、魔王というルルーシュみたいなめっちゃ頭がいい犯罪者との高度な心理戦がメインです。なので、何重にも張り巡らされた策をお互いの洞察力や推理で突破し、勝利を目指すのです。となると当然、異常なまでに頭のいいキャラが出てきますよね。それがこのメインヒロイン、宇佐美春です。パッケージのセンターで本作のラスボスである魔王を倒す勇者などと宣言していることから、メタ的にもメインヒロインであることは明白ですね。本人曰く、魔王とは因縁があるらしく、転校してきた理由も魔王を追ってきたから。次に、この2人以外の登場人物について、長くなりすぎるのは私は嫌いなので、ささっと進めます。相沢栄一、FTRR の主人公の相棒ポジション。特徴は、表は可愛い系の男の子を演じているものの、性格がクズであること。浅井香音、こちらもFTRRの主人公の妹ポジション。とはいえ、京介にとっては形だけの妹で、血はつながっていません。将来有望なスケート選手で、父はゴンゾウ、母は元スケート選手。三輪椿、同級生でとても素直ないい子。登場人物の中でぶっちぎって普通のいい子です。白鳥瑞葉、学園の理事長の娘。FTRRのツンデレ枠で、こいつのルートへ進まず、トゥルーへ進むと影が薄い。浅井ゴンゾウ、京介の親父。職業は見ての通りです。うっかりエッゲの世界に登場してしまった龍が如くの世界の人です。極道としての地位はかなり高く、舞台であるセントラル街はゴンゾウの支配下。京介の行動はこいつのせいでかなり制限されたりと、圧倒的な存在感を放っています。魔王はこいつらを自分の犯罪のターゲットとし、巻き込まれたみんなを助けるために京介と春が動くのです。前半は良くも悪くも普通のサスペンス、意外と登場人物に感情を揺さぶられる系の内容でもありますので、先に登場人物紹介とさせていただきました。次に本作の流れですね。章ごとに一つの事件が起こり、それを解決、ちょっとした学園生活、それからまた魔王による次の事件が起こり、次の章が始まる、この繰り返しですね。一章は序章ともいえる内容で、主人公とその周りの登場人物の特徴や本作の舞台をざっくりと描写して、最後にパッケージにデカデカと映るメインヒロイン宇佐美と魔王が対峙するところまでです。ここは特に分岐なんかもなく、なんとなく本作の雰囲気をつかめる章で、体験版の範囲ともなっています。その後の2章からは女の子の章でもあり、2章は椿、3章はカノ、4章は水ハルートとなっており、その女の子たちが魔王の犯罪行為に巻き込まれ、そのピンチを主人公である浅井と宇佐美コンビで解決していくのです。肝心の心理戦ですが、主人公サイドと魔王サイドが交互に描かれるので、お互い勝利条件を満たすための描写がとんでもなく丁寧です。基本的には魔王が仕掛ける事件なので魔王側が有利なのですが、宇佐美は頭が良すぎるので、我々プレイヤーが想像もしなかった作戦で魔王に一矢報います。一見犯人への手がかりに見える痕跡も、実は魔王が用意したブラフだったり、ほんの少しだけ描写された出来事が後々事件を大きく左右したりと、弾丸論破のように展開は2点3点します。それと見せ方もうまいですね。なるほど、ここで魔王目線になるのかといった感じに、場面転換をうまく使ってます。
車輪の国のラストや無能なナナの1話のように、やはりルースボーイ様はプレイヤーや読者を騙す、というか主人公目線にこだわらず神の視点で物語を見るプレイヤーが驚愕するように見せてくれるので、本作でもそれは実感させてもらいましたね。とはいえ忖度なしで言うと、1から4章までは学園生活を挟みながらそんな感じの流れで、良くも悪くも普通のサスペンスものですね。正直に言うと一章完結の事件簿的な内容なので、そこは読み進める手が止まらないとまではいかず、まあ普通くらいにしか思えませんでした。当然ちゃんとしたサスペンスなので普通に面白いんですが、いかんせん私の好きなジャンルがループだったり、ペルソナみたいなゲーム丸々1本分のボリュームで描く壮大なストーリーだったりするので、本当に普通のサスペンスものですね。ただし宇佐美の思考回路や仮説を立てて行動したり、忘れないうちにお互いの練り込まれた作戦についての解説が入ります。なので事件が進むにつれて予想外な展開にはなりますが、そのあたりは分かりやすい面白さだなと思いました。でもって4章の事件もそんな感じに魔王と主人公サイドの心理戦が繰り広げられるんですが、ここは別格の面白さです。これまでと同じく事件が起こり、立てこもりに対して交渉を行うことになるんですが、ここはマジで2点3点4点くらいして緊張感が半端ないです。しかもこれまでの事件がなんやかんやで無事に解決したと言えなくもない終わり方だったのに対して、この4章の中盤あたりから取り返しのつかないことが起きまくって、ゲームの雰囲気が大きく変わります。トゥルーまでの流れは見事ということで、4章終盤からトゥルーまでざっくり、ここから先は何を言ってもネタバレになるのですが、4章中盤からトゥルーエンドまでは本当に面白かったとだけ言っておきます。5章からは魔王との対決になり、目的や過去の出来事が明かされるんですが、そこで細かく張り巡らされていた伏線を回収してくれます。命をかけた純愛というキャッチコピー通り、これが純愛の物語であることもね。私が釘付けになったシーンはラストの主人公が春をかばうシーンです。魔王との事件でヤバいことになった宇佐美ですが、京介は全てを捨てて宇佐美をかばいます。そんな京介を見て、これまでのショーで魔王の事件に巻き込まれた女の子に、どうしてあなたがこんなことに的なことを泣きながら言われるんですが、ここはサイコ野郎の私ですらちょっと泣きそうになりました。序盤の京介はゴンゾーの下で黒でも白でもないグレーな仕事をしていて、魔王との事件で女の子を助けたとはいえ、金儲けのために利用もしていた決して善人とは言えませんでしたが、宇佐美と関わることで変わったこと、これまでのショーで関わった女の子が登場して最後の言葉を残していってくれるので、マジで最終章にふさわしいです。それに京介という主人公は間違いなく重要人物ですが、宇佐美だったり魔王だったり、視点が切り替わることの多いこのゲームにおいては、そこまで活躍が描かれることもなく、好きになれるシーンが少ないんですよね。それゆえにここの京介のかっこよさが強調されて強烈に印象に残りまくっています。いくらネタバレに考慮するとはいえ、このシーンだけは絶対に触れようと思ってました。4章終盤からトゥルーエンドまでで、私の中の評価がまあ普通くらいから最高によくできた純愛サスペンスに爆上がりしました。個別ルート、お次は個別ルートの話です。パッケージに写っている女の子4人の中で宇佐美を除くと3人、この女の子とは各章の選択肢によって個別ルートへ分岐します。個別ルートへ分岐すると宇佐美と結ばれることはなく、少し寂しそうな顔をされ違う女の子と真剣に付き合うことになるのですが、これに関しては普通くらいの感想です。先に言っておくと、ちゃんとした内容でちゃんと感動する内容です。ただ私がどうしようもないほどのサイコ野郎であるせいで普通という評価をしているだけです。なのでちゃんとした恋愛ゲームが好きな人は全然泣けると思いますので、決しておまけみたいなシナリオではありません。というか4章のヒロインである白鳥水葉に関しては、本格的に交流を深めるのが4章からで、一回しか遊ばず事件に巻き込まれ、そのまま最終章の魔王との決戦になるので、個別エンドを回収してないとなんかこの子だけ出番少なかったなという印象になります。私の場合は R18 とはいえ、個別ルートに進まなければ H シーンに突入しないので、最長でどれだけ H シーンに突入せず進められるのか気になって試したところ、5章でようやく宇佐美が脱ぎました。その結果トゥルー一直線で読み進めたので、水葉だけ印象に残りませんでした。ラストの泣かれるシーンではこれまでの女の子が集結するので、水葉だけはトゥルーの前にやっといてもよかったかなと思いました。一応各ヒロインにはハッピーとバッドの2パターン用意されているんですが、バッドエンドはかなりあっさりとしています。京介はもともとグレーな人間なので、女の子も影響を受けて悪い方向へみたいなことがさらっと描写されて終わりみたいなパターンが多めでしたね。逆にハッピーエンドは女の子の家族の悩みを知り、京介ができる範囲で支えてあげて幸せをつかみ取るというものです。個人的にはカノンのショーで
毒親関連のエピソードがあり、そこは胸クソに感じたのですが、全員最後は幸せになるハッピーエンドです。トゥルー以外のルートに進むと魔王は行方をくらまし、ウサミも魔王を追ってどこかへ行くので、このゲームの真相にはたどり着けません。総評、めっちゃネタバレに考慮して書かせていただきました。なのでところどころぼかしてますがご了承ください。これよりまとめと私の感想です。まずトゥルーまでの内容ですが、前半部分の1から3章までは良くも悪くも普通のサスペンス。めちゃくちゃわかりやすく犯人の思考や被害者の心理が描写されるので、リアルすぎる事件を見るのは普通に面白いです。同時進行で京介は物忘れが激しいことや、宇佐美がめっちゃ長い髪を切らない変人だったり、何気ない日常シーンも描かれますが、これらは伏線だったりミスリードだったりで発覚する終盤では、さすがルースボーイ先生と叫んでしまいましたね。そして私的に本作の魅力のほとんどが集約されていると思う後半部分の4章から最終章まで、ここは本当に素晴らしい。4章も普通のサスペンスな内容ですが、3回くらいマジでってなりました。これまでの章が普通くらいの面白さに感じた私ですが、ここは面白すぎんだろと思いました。でもって4章が終わってから最終章までは事件の規模も大きくなり、魔王との決戦です。詳しいことは言いませんが、魔王関連の事件については見事に全ての謎も伏線も回収しきって終わってくれました。めっちゃ綺麗に終わってます。そしてトゥルーエンドですが、作中で悪いことをしている人間は相応の報いを受けている人が多いです。もちろん京介も魔王もって感じですね。そのおかげでしばらく本作のことが頭から離れられないラストでもあります。私にしては珍しく電波でも鬱でもなく普通に面白いゲームのレビューになりましたので、これは本当に自信を持っておすすめできます。それゆえに本作が CS 機に移植されず PC でしかプレイできないのはちょっと悔しいですね。車輪の国が移植されているからなおさらそう感じます。私はこうしてルースボーイ様原作の車輪の国、無能な7、 G 戦場の魔王の順番でクリアしたわけですが、どれも面白い設定で最高にうまい見せ方をしてくれます。この3作品の魅力は、この人のシナリオがすごいみたいな話題で取り上げますので、また別の機会に話しましょう。ではこれにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。